っと見えてる。やだ、恥ずかしい。皆さん、こんにちは。しょりみちゃんねるしほです。はい、ということで、今回はですね、皆さん、やってきました。ホワイトデーです。ということでね、今回はお父さんにね、バレンタインにチョコをあげたんですけど、そのお返しということで、値段ったものが2つありまして、お値段が高くてあんまり買えなかったものなんですけど、値段ってね買ってもらったので、今回もねそれを動画にしていきたいと思います。はい、で今回なんですけども、値段ったもの2つってさっき言ったじゃないですか。2つなんです。でまず1つ目がもう出ちゃうね、こちらのサロニアの 25mm ヘアアイロンです。イエーイ。私アイロンをサロニア使ってて、ずっとお母さんの世代、お母世代っていうかお母さんがこれを持ってて、 32mm アイロンの サロニアの、ヘアアイロン持ってて、それで櫛タイプを買ったんです、私前回サロニアので。それがいいんですけど、あんまり何て言うの、ストレートにあるんだけど、こういうくるっていうカーブがつかなくて、で今 32mm アイロン使ってるんですけど、やっぱりこのボブはあんまりなんか映えないと言いますか、 32mm だと。ということで今回 25mm を買ってきました。イエーイ。もう買ってもらえて幸せはしょいですよ。で、あ、すごい、え、待って、え、聞いてない。待って、やば、いきますよ。すごくない？なんかポーチみたいなのに入ってる。ポーチだ。なんかここに、なんかサロニアって書いてあるやつ。ポーチだ、聞いてない。やだー、嬉しい。中に入ってると。おー、なんか中ギンギラ。なんか保存用バッグみたい。で、中にすごい梱包されてる。わー、白だ。あー、来ましたよ、これ。アイロン、25mm アイロン。そう、私、家にあるのが黒で、黒なんですけど、今回は白をね、買ってみました。やだ、かわいいわね。好きよ、私。やだ、かわいい。はい、こちら。25mm アイロン。これで、こんな感じで、こういう感じで、毎朝こうやって、ブロッキングとか別に、こんな感じで、カーブにすると、素晴らしい。これをね、ちょっとこれから愛用していきたいなと思います。こちらでーす。いやー、鹿パックですね。この、鹿デイリーズ、ジングマスク。これ、めちゃめちゃ良くて、私一回、クリスマスでね、頼んだんですけど、その時にもらって愛用してて、切れちゃって、なくなっちゃって、そうそう。それでね、買ってもらいました。これめっちゃ良くて、ほんとね、これしてる時はあんまニキビっていうか、肌がもちもちになるっていうか、綺麗になるっていうか、キメが細かくなるっていうの？めっちゃいいです、とりあえず。これね、なんかこれ、開けると、こうなってて、なんかね、ここにね、なんか、トングみたいなのがついてて、なんかトングで取るみたいな。え？開き方ミスった、やばい。開き方ミスった。なんかこれで取ったらなんか取れちゃって、頑張ったんだ、こうなっちゃった、やば。まあ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 、使える使える、うん、なんとかなります。あ、やっぱトング入った。トングこの中に入っちゃった。まあまあまあ、なんとかなります。こういうのは大丈夫、なんとかなる、うん。はい、ということでね、今回はこのサロニアのアイロンとこの鹿パックをね、ホワイトデーにもらったということで動画を撮ってみました。ということで、それでは。